はい、塚原農園です。こちらは、先日収穫していた、ほうれん草の圃場と、変わりまして、今度は、オシリスほうれん草の、圃場に、来てます。先日からですね、こちらを取り始めたんですけれども、この生育の、成長の、違いですね、先日まで収穫していたクロノスほうれん草とこちらの品種のオシリスほうれん草の圃場の間違いという、この背丈ですね、草丈、とても大きいです。先日まで収穫していた、クロノスほうれん草は、今ここにあるプログレスじゃなくて、オシリスほうれん草に、約破種したのが、1ヶ月近く空けて、破種をしました。こちらの今ある圃場の方が1ヶ月後に撒いたやつですね。そして、違いが、こちらの方が大きかったという、感じなんですけれども、なぜ大きいか、1ヶ月ずらしたのであれば、先日まで収穫していたクロノスほうれん草の方が、草丈が、大きいはずなんですけれども、こっちの方が抜いちゃってますね。1ヶ月ずらしたのにも関わらず、これだけでかくなってしまってるということを、今回ちょっとお話ししたいと思うんですけれども、まあ一番の、このまあ原因というか、大きくなってしまったものは、あれですね、まず日当たりの問題ですね。このように、ちょっと見渡してみると、全体的に開けた場所なんですけれども、ちょうどここのほうれん草の圃場、まあ、ちょっとあまり人のうちなので見せられませんが、まあ、この突き当たりは、アパートが建ってます。で、北側ですね。で、こちらの東側は、民家のブロック塀が、ありますね。ということでここは、風の吹き溜まりになってるんですね。風の吹き溜まりという場所はだいたい暖かい、気温が暖かくなる場所になるんですね。風が吹き抜けるような場所っていうのはとても寒いんですけれども、こういうところは暖かいということで、まあ総気温、栽培を破種をしてから、収穫までの総気温が、もうすでに、他のクロノスほうれん草よりも上回ってしまったということで、これだけ成長が早かったということですね。で、日当たりもとてもいい位置にあります。だいたい太陽は、南側で、障害物がある場合は、北側に障害物あるのはいいと思うんですけれども、南側に障害物、このような圃場を遮るよう、日光を遮るようなものが、障害物が、南側にあった場合は、やっぱり日の当たりがとても悪いので、生育に差はあると思うんですが、こちら南側は何もありません。で、日はずーっと一日中照っているわけですね。で、そのような太陽の光も一日中当たるという環境の良さと、このような空気、風の流れ道、風の吹き溜まり、最高の、圃場ということで、このように、背丈がとても大きくなってしまったということですね。大きくなってしまったというか、もう適期を過ぎてしまって市場出荷はできないような大きさまでなってます。まあでも今はもうほうれん草葉物がですね、安くなってます。皆さんも春作のこれからかぼちゃだの、夏野菜に向けていろいろと準備されますので、冬場、栽培していたこのようなほうれん草を片付けに入ってます。ですから市場の方で、いっぱい過剰に、供給とあれが比例してませんね。品物がありふれかえっているという感じなので、相場の方もとても値が崩れてます。まあそういったことを考えれば、まあちょっとでかすぎて市場出荷できなくなってしまったという、まあいい目、よく考えれば、まあ、値段もちょうど安かったので、いいかなと思ってます。
まあ、それでも直売所の方では、やはりほうれん草は、とても栄養価が高いもので、まあ、健康野菜の一つとして、消費者の方も、皆さん知っていますので、とても売れ行きのいい、青物ですね、小松菜、ほうれん草、このあたりはとても、人気の売れ筋の一つなので、ちょっと背丈が大きくなってしまっても、耕さないで、最後まで、ギリギリまでは収穫して出荷したいと思います。もうだいぶ春らしくなってきましたね。このほうれん草の伸びも、一雨ごとに成長も早くなってくるというのもありますし、まずこの自然ですね、自然に生えているこの仏の座と隣にあるナズナですね、花が咲き始めました。仏の座の花はこのようなピンク色した綺麗な可愛い花が咲いてます。でナズナですね、ペンペン草も白い花が咲いてますね。これですね、これはちょっとまだ小ぶりですけど、もうちょっと大きくなると、よく子供の頃ここの種のついている、この軸をちょっと折って、でくる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 っと回すと、音がするんですよね、ペンペン草というような感じで昔よく遊んだ記憶があるんですが、ただこれからはアブラムシもすでに飛んでますが、アブラムシですね、アブラムシとの戦いが、春、始まりますね。このような雑草にまずつきます。特にこのペンペン草、ナズナですね、これにここの花粉のあたりのがいっぱい詰まってるこの花びらのあたりにびっしりと真っ黒になるようにつきますね。まあ、アブラムシは、特に病気ウイルス持ってますので、野菜栽培する方気をつけた方がいいですね。これから、夏野菜、トマト、ピーマン、ナス、キュウリ、メロンにスイカなどなどいろいろありますが、それにアブラムシに、吸われてしまうと、ウイルス感染してしまいますので、まあ、専業でやられている、例えばハウスで栽培しているキュウリ農家さんやトマト農家さん、アブラムシにはすごく神経使います。ということで今日はですね、ほうれん草の補助、今度変わった補助ですね、こちら、紹介になりましたが、まずは、こちらは、品種の方は、オシリスほうれん草ですねの補助になります。また草がびっちりですね、除草剤は、使っていませんでしたので、これだけちょっと草が生えてますが、特に畝のベッドですね、約1メートル幅のベッドからは草が生えてませんので、この草が生えているのはこの歩き道だけです。収穫は特に収穫する分には問題なく収穫できてますので、大丈夫だと思います。ここの補助は比較的全体的に、いい感じに、病気もなく青々とした、ほうれん草になってますね。見るからに美味しそうな感じがします。あともう一つ最後にですね、ほうれん草を食べる方にちょっと注意していただきたいんですが、まあ、ほうれん草は体にとてもいい野菜なんですけれども、食べ過ぎもダメですね。まあ、多分食べ過ぎといっても、お腹が壊してしまうぐらい食べる方はいないと思うんですが、ほうれん草には、アクがありますね。あのアクという成分は、まあ、歯がギシギシしてしまうあれなんですけど、あの成分はシュウ酸ですね、まあ、シュウ酸というもので たくさん食べ過ぎてしまうと、尿管結石などに、つながりますので、まあ、いくら健康野菜とはいえ、食べ物は、適量が一番いいですね。でバランスよく食べる食事を整えて、食べるということがいいと思います。今日は、まあ、最後に、オシリスほうれん草で、春の仏の座と、ナズナですね、今ちらっと映りましたが、テントウムシも出始めました。テントウムシはアブラムシと共存しております。はい、今日もご視聴いただきありがとうございました。ちょっと花粉症の辛い季節になってきましたが、
マスクをして、防除したいと思います。あれだから使い目どうなって大枠さんは特許じゃどうなって、うん、500円の札、うん、銀貨だら私邪魔だからよってよ、うんうん、500円玉じゃもったいないからなくしもしてあれだから500円はいらねえって言いながら喋りながら出してやったらなかった500円札を2枚あじゃあタンスから出してきたんだな。わかんねえどうしたんだもったいないから自分は500円って分かってたんでしょ。まさか分かってたんだな、うん、そんなにいらねえよ千円札出さなくてもいいよだから違うんだよね。昔の出てきたんじゃないの。まだあったの。お店だって何もいただけない。